えー、現在マンションに住んでいますが、下の階からのタバコの匂いに困っています。過去どの部屋の方が捨てるかわかりません。管理会社にお願いして、ベランダでの喫煙禁止のお手紙を出していきましたが、改善されず、小さい子もいるので、換気中に匂いが上がってくるのをとても気になります。引っ越すことはできないですし、窓を開けないといった方以外で、どうにか匂いが来ないようにしたいです。何か良い方法はありますか えっと、管理会社のお願いだと、仕方とされたということなので、多分あの、自分、下の階であれば、真下か、下の横の方かとかで、ある程度、その推測はできると思うんですよね。で、その家に、あの、かんその管理規約によって、ベランダでは喫煙禁止なので、喫煙をしないでくださいっていうのを、手紙を時間に入れてください。 で、まあ、仮にハズレだったとしても、いや、うち知ってないけど勘違いなので終わるし、当たった場合は、あ、これ自分たちに直接言われてるなっていうのを気づくので、なんでそうなると、あの、抑えてくれる人もいたりします。ただ、あの、ガチで頭のおかしな人だった場合は、特定して管理会社経由で注意してもらうっていうのが必要なので、どちらにしろ、あの、特定するという作業をやった方がいいんじゃないかなと思います。 で、まあ、特定したいのであれば、あの、もう、タバコの匂いがするときに、下にパーって降りて、ピンポーンとして、あの、すいません、タバコの匂いがするんだけど、タバコ吸ってますって言うと、いや、うち吸ってませんよって言った場合は、あそこじゃないな、隣っていう形で、なので、ある程度は特定するための作業をするという覚悟が。 必要なんじゃないかなと思いますけど、揉めたくないからやりたくないよねっていうのであれば、あの結果、こう、我慢をして、こう、泣き寝入りをするということになってしまうんじゃないかなと思うので、なので、泣き寝入りをするのか、戦うのかっていうのをある程度する必要はあると思うんですけど、まあ、それが嫌だったら、あの、そのポストのところに、あの、手紙を自分で書くぐらいなところがバランスなんじゃないかなと。